招待してくれた炭鉱くんに感謝しなければ。本当に列車に来た甲斐があったよ。行商人の青函跳躍は退屈なものが多いから、こうして旅をする感覚を味わえるのは久々なんだ。列車か。雄雲天君は趣のあるアイオーンのようだね。おっと、すまない、自己紹介が遅くなった。僕は星々を渡り歩き行商する者。泉州での登録名はラセツという。先日ラフで君たちの仲間の炭鉱と知り合って、彼に招待を受けて乗車したんだ。いいね、このレトロなデザイン、心地よい車両。うん、僕たちの飛行船も同じように改造できたらよかったんだが。そうかい。僕は炭鉱くんの話を聞いて乗客全員が気に入っているものだと思っていたんだけど。想像してごらん、果てしない夜に光るたった一つの灯火を。列車の中から総外の文明を眺めていると、紛争も苦痛も絶望も悲鳴も、まるで別の世界に隔離されたような感覚になるだろう。想像してごらん、果てしない夜に光るたった一つの灯火を。列車の中から総外の文明を眺めていると、紛争も苦痛も絶望も悲鳴も、まるで別の世界に隔離されたような感覚になるだろう。